こです。ゆみさん、今日はどこに行きます？今から朝活カフェに行きます。イエーイ、イエーイ。すごく太陽が、朝日が、日差しが気持ちいい。景色がすごいいいんだよね。ちょっとみんなにもシェアを。ということで始まりました。始まりました。今日もユミ、リコによるラジオです。朝からラジオをやっちゃいます。今日は、今は何時ですか？今は、あ、時計ないわ、ないわお前もか。 9時30分ぐらい。9時57分でした。10時ですね。そうですね、はい、天気が良くて、はい、私たちはカフェにいて、何ですか、アイスドアメリカーノ頼みました。イエーイ、イエーイ。そう、何ですか？ロンドンフォグ。あれ、ロンドンフォグといえばなんかユミさん言ってたよね。はい、バリスタ豆知識、ガランガラン、はい、チッチッチッの、あの、ロンドンフォグの発祥はどこだと思いますか？うん、ロンドンフォグの発祥ってどこだろう。やっぱり、あの、うん、そもそもロンドンフォグって何ですかね？ロンドンフォグっていうのはアールグレーとバニラシロップとスチームドミルクです。じゃあそのアールグレーってやっぱり紅茶はやっぱりイングランドから来てるから、うん、イングランド噛んだな噛んだなイングランドですかね。ファイナルアンサー、チッ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 ファイナルアンサー、ブブー。正解は、なんか私が調べたところによると、一応なんかバンクーバー発祥らしいんですよ。へー、すごいですよね。すごい、うん、なので日本の皆さんもぜひオーダーしてみてください。なんかスタバとかにはあるのかな、わかんない。わかんない。てか、どこ、そのバンクーバー発祥って言ってたけど、どこのカフェ、うんうん、まあレストランそこまでは書いてなかったね。どこだろうね。でもこのさ、アイスドアメリカーノもやっぱりさ、うん、ヨーロッパに行くと邪道だもんね。あーね、うん、あのノースアメリカが、ね、アメリカの発祥だもんね、うん、あれよかった。遅くないかな。大丈夫、大丈夫よ。いただきます。シナモン、シナモンモーニングサムシング。すごい。だってさ、今からさ、うん、ちょっとなんかこの後、なんか、あの、私がおすすめする、うん、あの、なんかブランチ、まあ、カフェ、うん、ブランチのお店に行くって言ってて、これを頼んだからね。この、すごいよね。よくだわ。まあ。食は大事で。うん。うん。私はもう朝はコーヒー。さっきも、ま、うん、今日8時に起きて、うん、コーヒーも1杯飲んできて、うん、今2杯目です。10時の時点で2杯目、うん、こんだわやばいよね。だから2時間に1杯の計算だ。8時に飲んで10時で、うん、で多分また家帰ったらコールドブリューが待っとるで。待っとるで、うん、何杯飲んでも、でも寝れるんだもんね、うん、あ、でもね、さすがにね、うん、5杯目ぐらいで頭が、うん、痛くなる、うん、で5杯目って言ってもそのなんていうの、フォアオーバー、うんうん、だったりとか、あとブラックで飲み続けてると、うん、やっぱなるね。すごいね、やっぱカフェインって。カフェインってすごい、うんうん、美味しいけどね。かといってでもそのカフェインをストップしたら手が震えるとかはないよ、うん、すごいね今日。これはこれ救急車でしょ。
朝からこんな感じで、バンクーバーは本当にビジービジー。でもまあ東京とかの方がビジーなのかな、ね、多分ね。なんか今お店の前のテラス席に座ってお茶してるんですけど、なんか優雅だよ、みんな。優雅、かっこいいやな、ね、すごい絵になる人たちが。ちょっと撮れないからあれだけどね、プライベートで、うん、みんなね、プライベートな時間を、朝ののんびりした時間を楽しんでます ね。ちなみに、はい、話変わるんですけど、うん、お味どう？お味ね、美味しい。いや、正直私シナモンって頼むねって感じだけど、シナモンってあんま好きじゃなくてなんでそれに選ぶ？いやでもね、シナモンあんま好きじゃなかったんだけど、シナモンバンとか、はいはいはい、こっち来てすごい好きになって。でもなんか、なんだろうな、シナモン使ってる料理の中でもなんかすごい苦手なやつがあるんだよね、うん、なんか時々すごいドシナモンがあるじゃん。ドシナモンあるね。ドシナモンが苦手だけど、これは結構程よいシナモンとシュガーとすごく甘くて、でも甘すぎず、うん、朝にはいいかな、ちょうどいいかな、美味しい。パン生地的にはさ、デニッシュな、こんな感じ。あー、ちょっとデニッシュっぽいんだ、うんうんうん、美味しいよ。じゃあちょっとあの重すぎず軽すぎず、そうそう、全然重すぎずちょうどいい感じだ。そう、なんかね、時々すごい重いのあるもんね、うん、全然そんな感じない。うん、あのお店によって、うん、ロンドンホグとかって、うんうん、あのバニラの入れる量だったりとか、うんうん、あとはそのアールグレーの抽出がきちんとできてなくて薄いかったりするんだけど、これはどう？これはなんかね、入ってるね。一応バニラシロップも入れてくれてたのは見たんだけど、あんまり甘くなくて、正直あんまりアールグレーの味もしない。どっちかというとミルク、あ、ミルクに薄い紅茶みたいな。そうなんだよね、うん、でも一応紅茶が入ってるから、うん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 、これちょっとごめんね、ほら、だから抽出はされていくんだよね、うん、そうだね、粉とかじゃないもんね、うん、そうなんだよね。結構でもなんか私ロンドンホグ好きで時々頼むんだけど、うん、お店によってね、うん、味が違うから楽しかったりもする、ね、ユミさんさ、そういえばさ、うん、私ここのベルカフェ来たことあるんだけど、うん、ユミさん初めて？うん、私初めて来た。え、なんかさ、どう思う？そのコロナ対策的な。あ、コロナ対策ね、結構ここしっかりしてて、入り口にまず、うん、あのゲストの何人までお店の中に入れますよっていうね、うんうんうん、印が、印じゃない、あのサインがあるんだけど、うん、ノーティスだね、8人って書いてある。ちゃんとなんか一方通行でこう行きなさいっていうのとか、印だったりとか ね、あとソーシャルディスタンス2メートル保ってくださいの印があったり、うん、サニタイザーも置いてあるし、結構すごいしっかりしてるんじゃ、ね、なかろうか。ね、そうだね、うんうん、あと店員さんもなんかマスクをちゃんとして、ね、あ、そうだね、うん、してるから、うん、なんかさ、うん、こう、じゃあうちらは実際、うん、今はまあ食べたりとかしてるからマスクはしてないんだけど、うんうん、なんかレストラン、カフェとか行って、うん、店員さんがやっぱマスクしてくれると安心するよね。うん、なんか、そうだね、うん、そうだね、やっぱね、会話するからね。そう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 、特にカフェはね、うん、バリスタと店員、うん、あの何、お客さんでね、うんうん、なんかバンクーバーに来たらさ、うん、来てほしいよね。めっちゃおしゃれだもんね、うん、おしゃれおしゃれ、本当にあのザ海外のカフェって感じ、うん、でーす、うん、すごい宣伝してるね私、ほんとな。ちょっともう一個シナモンもらわんと